はい、白浜袋のヨヨ丸さんの、オリジナル仕掛けのコーナーを作ってます。それの紹介ですね。こんな感じ。ここの棚1個をヨヨ丸さんの、仕掛けのコーナーにします。まあ、それぞれどんな商品かっていうのをちょっと説明していきたいんですけどここにあるように、ヨヨ丸オリジナル仕掛けのアンダーベッド3本針500円です。これは、まあ、特徴としてはそうここにも書いてるんですけど全長が 1.8 メーターです。でこれだいたい落とし込みの竿っていうのは 2.1 メーターが平均なんですけど、だいたいまあそんなもんなんですけど、こうなんていうかな、竿を持ってこう持った重りをここに持って竿をピンって張ったらこうちょうどいい長さになるように設計されてます。なんでまあ仙道さんが言うには、初めてでも初心者さんでも使いやすいっていうのを念頭に置いて作られた商品がヨヨ丸仕掛け3本針アンダーベイトです。だいたいこれも全部500円で取り付けしてますんでっていう商品で、これ、ヨヨ丸のアンダーベイト4本針、まあ、針がねちょっと変わっててちょっと細長いんですけどこんな感じの仕掛けになってます。でこのティンセル、まあ、毛針みたいなやつですねっていうのが、まあちょっともう僕初心者目線ではちょっと分かんないんですけど、絶妙な長さにしてるんやっていうのは仙道さんが言い合って、仕掛けのフォールですね、こういったまあ仕掛けをしてって、漂うこの状態です。この状態でまあふわふわ漂わせて魚、まあ、ベイト、まあ、イワシとかであったりを誘ったりするんですけどの落下の速度をこれで調整してるみたいです。まあ早すぎにかったり遅すぎにかったり、この毛針の開発に大体半年かかったみたいですねっていう、まあ、ヨヨ丸の仙道さんに言ってました。でこれに関してはで、まあ、これっていうのもちょっと今電話で途切れてたんですけど、サイズ展開が、まあ、結構多めにあります。まあ、この11の8の8であったり、まあ、11っていうのは針の大きさなんでこんな感じ、大体こんなもんなんですけど、8の8って言ったら、まあ、ちょっと細仕掛けなんでベイトがつきやすいそういう商品です。だいたいヒラメぐらいだったらこんぐらい取れるかなっていう商品ですね。で、12の10の10、まあこれ平均的なやつでこうバーっていって、最終これ14の16、16っていう、これはもうカンパチとかほんまに大きい魚を釣る時用のやつですね。16、16っていうのはハヤブサでも、モンスタースペックっていう商品であるんですけど、まあそういう感じの、大物を釣るとき用の仕掛け、これは890円です。まあ、これに関してはちょっとサイズ展開によって値段が違うので、まあいろいろ見てください。でヨヨ丸の飲ませ仕掛けですねここに拙ないイラストがあるんですけど、下のステートですね、ステートが結構 1.5 メートルで長めにしてます、してるようです。これはまあ直接聞いたんですけど、ここが長いと、まあ、いったらここら辺の魚っていうのはちょっとまあこれを見つけにくい、このここら辺に泳いでる魚っていうのは見つけにくいみたいなんですけど、ここら辺とかだいぶ遠いとこの、魚にちょっとまあいったらこういう角度があるんで見つけてもらいやすいっていうんで、結構超が上がってるみたいです。これでこれのサイズ展開はもう1種類だけなんですけど、針が13号、平正の13号ですね、にハリス12号で、ミキ糸8で、全長 1.5、 まあ結構大物もいけるんちゃうかなっていう感じの仕掛け。これ1本1組で、400円。これはほんまに結構よく売れてます。で一番僕がおすすめなのが、白浜ヨヨ丸のオリジナル仕掛けの、天秤深瀬 3メーターの2本針、これ両方とも560円です。これはもう僕も普段から使うんですけど、何がいいのかって言ったらやっぱこの日本針ですよね。前までガマカツに天秤深瀬漁師日本針 4.5 メーターってやつがあったんですけど、まあ、それもめちゃめちゃ使いやすかったんですけど、もうそれが廃盤になっちゃってちょっともう今入ってこないんですよ。でいろいろまあこんな感じで天秤の仕掛けとかも仕入れはするんですけど、大体やっぱ3本針なんです。 4.5 メーターの3本針っていうのが主で、まあ、そういう商品が多いんですけど、これは日本針です。で日本針のいいところっていうのはとにかく、トラブルが少ない、絡んだりっていうのがなかなかないんで使いやすいです。
で全長がだいたい平均が 4.5 メーターの仕掛けが多いんですよ。ここは3メーター。だいぶ手返しがいいです。天秤深さやったことある人だったら分かると思うんですけど、こう釣り上げて魚上がってきた時にこう取るんがめんどくさいんですよ、魚を。長すぎるとね。なんでここは3メーターでだいぶやりやすいようになってると思う。まあ実際僕もこれを使うんで、まあこれの良さは分かってるんですけどね。で、この前船頭さんと聞いてて話しててちょっと面白いなと思ったのが、この針、これグレバリみたいなんですけど、グレバリの先端ちょっとこうひねってるの分かりますかね。これは船頭さんがこうグレバリを自分の手でキュッてひねって、まあこれも何回もテストしたと思うんですけど、納得いった針のやつを、このメーカーさんに送って、でその型を取ってもらってこの針を生産してるみたいです。この針は結構船頭さんのこだわりが詰まった針です。ここら辺の近所、まあ、なんていうかな、ご当地仕掛けっていうんですかね、の、仕掛けたちです。結構まあ使いやすいのも多いと思うんで、自分に合ったものがあれば使ってほしいなと思います。白浜店でこれ販売してます。